ひふふつかかんありがとうございましたこんばんは皆さん2日間本当にありがとうございました。ありがとうございます。いろいろ更新しました。インスタはまず上げたし、ツイッターも上げたし、ブログも書いたんですけど上がってるかどうかわからない。ありがとうございました。ハート中ありがとう。ちょっと眩しいな。ブログ見た？上がってるようですね。なんかずっと電波悪い最近。携帯変えたい。かわいい？やった。ツインテールにやってる。嬉しい。下目です。明日からイベントが始まります。発表からその始まるまでが秒すぎてちょっとあわあわなんですけど、始まります。明日から そして生誕祭の申し込みが今日までなので、まだの方は絶対に申し込んでください。あとサマーツアーのファンクラブ選考が今日の11時59分までなので、これも絶対に来てください。2日間ありがとう。そうみんなね、たくさん来てくれてすごく嬉しかったです。幸せをありがとうございます。次はね、もう早速6月に会えるので待ってますね。だるま、ありがとう。眠いな。だからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
やばい、頑張ります。ドキ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 、キュッ、ありがとう。でも明日は公演終わりだから、ちょっと何時から始めれるか分からんくて、どうしようかと。そう、明日始める時間を決めたかった。10時、多分ね、多分10時、生誕祭があるから10時だったら多分間に合うと思います。間に合わなかったりしたらごめんなさい。もし10時より早く始められるなら早く始めた方がいいのかな。3時間できないから。今日もありがとう。できないんですよ、きょうちゃんは。ハートありがとう。通知取って待っててください。5時無理なんですよね、今日かは。場所がないからそう、スタートダッシュ切れないのがちょっと悲しいんですけど、そう、できないんよな。だから夜やろうと思う。仕方ない。仕方がない。なので帰ってきて10時にやります。早かったら早く始めてもいい。ファイト、ありがとう。だってもしさ9時半とか、リーダーいつも公演前に配信してる、リーダーときょうちゃんたちでは全然違うんですよ。みんな知らないからそう言えるんですけど、違うの、ないの配信するところが。結婚して眠いから無理です。ちゅ、ありがとう。もう仕方ないって、だから夜にやります。ありがとう。え、うん、いらないし。目薬さすのうまいですとかよく言われる。荷物から取り出すのがめんどくさい。ありがとう。結婚してお腹空いたから無理ですよ、そんな。お腹空いたもんだって。てか今日さ、アンズがさ、平田由紀ちゃんとさ写真撮っててさ、めっちゃ羨ましかってんけど、やばい。普通にマジで悔しい。見た？ぶりに配信見に来れた。それな、
ちょっと久々すぎ？何してるの？ちゅありがとう。そう平田由紀さんもう超大好きなんや今日か。だから超悔しい。なんかちょうどその時メイクしててすっぴん、ほぼすっぴんで、でだからめっちゃ行きたかったのにメイクしてなかったから今は行けないなと思ってめっちゃ悲しい。ヤギさん、え、そう、めっちゃ可愛かった。ヤギあずきさんと平田ゆきさん推しメン見たかったな結婚して無理です、悲しいから。チュありがとう。マジで可愛い。え、ひっくりして、お腹空いたから無理です、眠いし。顔ちっちゃ。ずっと影から応援してた生誕は行くつもり。嬉しい、当たりますように来てね。どうかかえ徐々に枚数減ってる。え、じゃあみんな早めにゲットしてくれたら嬉しいよ。いいな、今日が結局一回も誰にも会えなかった、悲しい。トーク会追加します、嬉しい、待ってるね。ネギさんも可愛い、え、めっちゃ可愛い、マジで顔ちっちゃーと思って、可愛い、見たかった見たかったです、ちゅありがとう。え、そう、タイミング悪すぎ変な気分かって、人生タイミング悪い、やばい、激アツ、いいなぁマジで。明日の配信時間は10時です、22時、早く、え、もうこれぴったり始めた方がいい、10時って決めたなら。なんかもしじゃあ9時半ぐらいにあれできるやないってなった時にさ、ちょ悔しくないと思って。こうしてお腹空いたから無理です、ちゅありがとう。月キュピタンに会いたいね、聞いたね、20期生募集らしくてね、びっくり、すごい、すごくない、めっちゃ楽しみですね。いいなぁ、会いたかった今日か、もうもうそれしか出てこん。サイリウムハートありがとう。じゃん、飛べー、明日も待ってるね。そうね、うん、すごっ、外から見えたんや、ラッキー。最強ちゃん使いやすい、
でしょ、最強ちゃん、最強ちゃん。え、もう15分経った、早すぎるのでは。かわいい、ありがとう。明日は10時目標感じです。かわいい、はい、ありがとう。メッセージカード代筆お願いしました。嬉しい、楽しみにしてまいしょ。明日から雨？無理拒否。嫌です、いやくん、無理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 です。そうですよ、ルカさん最後の生誕祭だからたくさん写真撮りたいと思います。寂しい。まあでも夜もまた降るもいい。明後日も雨ですか？本当に嫌です。ショールームイベでアイドル目指してる子、きょうちゃん可愛いからフォローしたって言った。嬉しい。誰だろうか。結婚して。眠いから無理です。おっとおっと、なるほどね。やだー、あれ、なんかストーリーあげたいな。もういっか。おいしい、お腹すいたから無理でーす。ジュ、ラブレターありがとジンジャーエール。ジンジャーエールはね、立派なキュピカツです。だって今日がジンジャーエール大好きやもん。思い出以上の続き話すから覚悟しといて。ちょっと覚悟しとくわ。その時まで思い出以上きょうちゃん好きでいてね。ハローキュピー、ハートありがとう。かわいい。
ジンジャーエールの辛口ほんまに嫌、絶対に嫌です。なんか前やりすぎな辛口に当たったことがあって、結構本当に嫌でした。ジンジャーエール辛口しかない店があって、で頼んだらなんか結構ありえんぐらい辛いジンジャーエール出てきて、これもはやジンジャーエールなのかと思うぐらい辛くて嫌だった。どうやったらあんな辛くなるのジンジャーエールって。ジュースって甘いものじゃないのかい。意識高いジンジャーエール苦手。わかる、めっちゃわかる。甘くていいだろう。1位思い出以上共感。ずっと京ちゃんが1位でいてね。ラブレターありがとう。マジか。おっと、今日会えて嬉しかった、幸せでした、ありがとう、またすぐに会えますように。ニト、かわいい。かわいい。早く投稿いっぱいにしたいな。あんずちゃん、平田さんと通所撮ってたけど、きょうちゃん忙しかった。メイクしてた。マジで最悪。別にね、時間が合わなかったんですよ。本気でね、京香もついていきたかったから、ちょっと結構ね、がっかり残念、がっかり残念京ちゃんです。本当に会いたかったです。お会いしたかった。本当に可愛くて推しメンで大好きなんですよね。ハートありがとう。昨日今日行けばよかった。でそう、次は会いに来てくれるかに。絶対会いに行きます、待ってるだよ。ハートありがとう。そうなんだ、悲しいです。だからまた機会があったらいいなって思います。かわいい、本当に。めっちゃインスタずっと見ててさ、ファンですファンなんですって。ファンなんですよって思ってるんですよね。なんかこのさ、インスタの投稿数少ないのめっちゃ嫌ないよな。あんずちゃん名前知ってたらしいから、きょうちゃんも知られてる可能性。すごっ、絶対きょうかのこと知らないよ。きょうちゃん可愛くて喋りやすかったと話してたから、今後もお連れします。
一緒に来てね。今日はありがとう、ありがとう。でもね、今日はちょっと暗かった、写真撮るとこちょっと残念ですね。必死に明るくしてみた。かわいい。サイリウムありがとう。ネイルかわいいでしょ。今日もオクラのごまあえがなかったです、残念。ショックな出来事。ファンタスティックビーストは一旦やめてる。なんか見てたけど、なんかニフラーがめっちゃ可愛いだけど、なんかハリーポッターモチベもう一回欲しくて、だからもう一回ハリーポッター見てる今。てかこの間ユニバ行ったっけか。じゃじゃーん、カエルチョコ買いました。ゲコケロ、じゃじゃーん。どうやってこんな大きいの全部食べるの。でもこれ渡されるときに、なんかカエルが逃げちゃわないように気をつけてくださいって言われたから、気をつけてる。一応ね、気をつけてますよ今日からって。できました。あとこれラブポーション、これ惚れ薬だよな。じゃじゃーん、これだよな、惚れ薬。かわいい、ストラップまであんたんや。惚れ薬買いました。中身飴が入ってました。でじゃん、ハートだよ、かわいい。デニムのセットアップがマジでかっこいいし似合ってる。やった、かわいいでろ、かわいいだろ。同じの買わなきゃ。買ってね、カエルチョコチョコ。ポリジュース薬売ってんの。ん、なかったぞ。コップが売ってんのや、これやばい。これにグリーンスムージー入れて飲んだらぽくなりそう。で、じゃじゃん、ゴドリック、ゴドリック、グリフィンドール、グリフィンドールの人出ました。動いてるように見えます。ダンブルドアじゃなかった。あ、こうか、すげえ。グリフィンドールさんが出ました。すごい。これでもローンは500枚集めたらしいから、まあ、ロンに負けないように今日かもね、もっと買いに行きたいなって思います。こんな観光客みたいな買ってきました。かわいい。カエルチョコ食べたいけど、これ一気に行かないとあかんからむずい。淡路島からのユニバでキュピカツいいな。淡路島はね、キティちゃんに会いに行くのがおすすめだよ。これどうやって食べたらいいの？かわいい、すごい。したらいいんかな。細かくして食べるしかない。もう今日あんまりチョコ好きじゃないから。どうしよう、チョコミルクにしようかな。ありじゃない結構。なのになんで買ったのって
思うと思うけど、あれです、このカードが欲しかった、魔法使いの魔法使いたー、いいでしょ、めっちゃキティさん会いたいよな、ユニバ行ったよハートありがとう。で、これ買った、じゃじゃん、これ今日つけようと思ってたのに持ってく忘れちゃった、悔しかったです、ハートありがとう。グリフィンドール、イエーイ。スリザリン、可愛いでしょ。また写真いっぱいあげます。たくさん投稿します。君が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 大好きだ。ふっかるすぎて、え、そう、今日がふっかる、今日帰りふっかるな人おらんと思う。いつでも今から遊ぼうって言われたら行こうって。ちゅ、ありがとう。さくちゃんがエクスペクトパトローナのきょうちゃんに怒られた、言えてなかった、エクスペクペペトみたいな言ってたから、エクスペクトパトローナのだよってハーマイオニーみたいなこと言ってた。あなたのはレビオサ、ウィンガーディアムレビオサよ。あれ、杖がなくなった、こんなんじゃダメだ。今日がほんまにふっかる、今日帰りふっかるな人見たことない、今日帰りふっかるな人と友達になりたい、今日の友達になりたいならふっかるじゃないと無理ですよ。ハートありがとう。今からラーメン食べに行こうとかドンキに行こうぜとか言ってもいいよって言ってくれる友達が欲しい。ミッキー北海道申し込みした、やったー、待ってるね、嬉しいくんだ。ウィンガーニアムレビオッサー、今日シゾのやつ聞いてしまって R&B の本当の良さに気づいちゃった、気づいちゃった、授けてくれ翼を。ユニバ行きたいって言ってからそんな時間経ってないのにユニバ行ってきた、そうだよ、熱しやすい性格、楽しそうで好きです。おお、じゃあぴったりだね。カルだよ。最高は最強者になるってこと聞きました。よかったよかった。ちゃんと聞いてたなら。誕生日のメールありがとう。おめでとう。パチ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 。何しようとしか忘れた。もう完全に忘れたな。ウィンガーディアムレビオーサー、レビオーサヤッホー、2日間ありがとうございました。ああ、オブリビエイト生誕までの締め切り、そう、あと10分ぐらいしかない、気をつけてください。京子が今ハマっているのはスマッシュヒット、 PJ チャリさんのカズマさん、JP ザ・ウェビーさんの曲、最高、ずっと聴いてる。
懐かしい。ロンリーナちょ、ありがとう。めっちゃ悩んだけど、やっぱり途中まで席空けるの嫌だったから3日申し込んだ。おきちゃんだよ、3日待ってるね、当たりますように。神でしょう、マジ大好き、本当に神でしょう。めっちゃ好きなんよな。全部好き、天才。みんなも聞いてみてください、シザーさん SZA です。懐かしい。3日待ってるね、みんな生誕祭来てください。とにかく明日10時からの予定なんですけど、10時、もうちょっと早くできそうだったらツイッターで言います。だから早く始め、早く始めた方がいいやんな、どう思いますか。普段から R&B の人だからすでに余裕で聞けそう、聞いてみて。いいなぁ、ハートチュチュチュ、ありがとう。教えてください、10時なら10時から始めた方がいいのか、早く始めた方がいいのか。早く始めた方がいいよな、早く始めますね。そう、その星の精度なくなったから、そうだよな。だるまハートありがとう。そう、ハッシュタグどうしよう、ハッシュタグ、今日も今日かは最強ちゃんそれキャッチフレーズすぎ。最強ちゃんでもいいけど、星のシステムほんまによくわからんかった、よくわからずに終わっちゃった。お得、そうなんや。あさっては何もないからできたらいいな、その時間。全然な関係ないけど、今日も評判最強じゃん、全然それ関係ないけど、難しいな。きょうちゃん絶対女優さん向いてると思う。嬉しい、まあ挑戦してみたいことは何でも挑戦することですよね。うんうん、挑戦するって決めてくれてありがとう、そう言ってもらえて嬉しい。
むずなんかさ、そのなんとかパレオとかさ、なんかそういうなんか文字入れにくいからさ、むずくないかこれ。キュッありがとう。から悩んでる。引っ越して眠いから無理です。どうしようかな。キュッありがとう。ありがとう。今日も今日かは最強ちゃんにしようかな。なんか文字入れるの難しいから。ハッシュタグ最強ちゃんだけは短い？え？ハッシュタグ最強ちゃんでもよくない？最強ちゃんにしようかな。ダメ？紅茶ありがとう。うん、じゃあ簡潔なのが好き。ハッシュタグ最強ちゃん。最強ってことですよ。じゃあ最強ちゃんにします。篠原ランウェイ、うわめっちゃいいやん。それいつか使えるな。ほんまや、篠原ランウェイいけるやん。じゃあハッシュタグ最強ちゃんにします。明日からよろしくお願いします。まずは22時からの予定なんですけど、公演終わりなので早く始めれそうやったら早く始めます。だから9時半とか9時40分とか9時45分とか9時50分とか、まあそうなる場合は X で告知するし、配信予告も変えます。配信予告久々にやるな。なんか爪伸びてきててさ、すごい生きてるなっていうのを実感してる日々。怖っ、なんか爪伸びてるわって。なんかさ、ネイルしなかったらこの底が上がらんからわからんやん。なんか気づいたら、あそういえば伸びてるなってなるけど、ネイルしてるとさ、なんか見えるやん、うわちょっと伸びてるっていう細かい経過途中が見えるから、ちょっと人間味感じててすごい嫌ですね。分からんこれ、生きてるって感じする。かいい。夜もきっかけできょうちゃんさらに好きになった。え、嬉しい。じゃあ今週も1週間頑張りたいと思います。じゃあ明日からよろしくお願いします。
頑張りましょう。愛を込めた手紙書きます。読んでくれますか？ストーリーあげたい気分ないよ。見てもらえますか？はーい。頑張ろう。てかショールームイベント久々じゃない？そんな頻繁にあるものじゃないか。え、ちょっと待って、ストーリーあげたい気分、どういう気分？違う、皿が騒いでしまう。皿皿オン、そう、通知オンにしてる。嬉しい。そう、S かわいいですね、最後は。いつだっけ、そんな前でもないか。いや、トーク会のシーズンだったし、10月ですね、あれ考えたらもう半年以上経ってる。へえ。でパレオもちょうど1年ちょい前とかやから、ゆずさんの時期だったから10月11月ぐらいだったじゃないですか。わいい。ストーリーあげたいって言ってるやんか。これ可愛いけどリップの色がないんだよな。もう今はねつけれるの、こうやって便利だよな。後からリップの色までつけれるんだよ。本当に便利な世界だな。そう、ゆずさんの卒業公演だったね。懐かしい。ショールームガチイベント2人青春の一部みたいなもん。そうなんや。青春しようぜ。それでリップの色って後からつけれないんで。やばいでしょ。ちょっと待ってくれ。間に合わない可能性があるな。ねえ。この中の顔キモいねんけど、いっか。やばい、あと2分だ。はい、ランキング見ます。13位、あ、ダンボ。え、懐かしい。待って、ダンボや。え、ダンボ知ってる？やば、ダンボだ。ダンボ懐かしい。ダンボールのダンボで。12位キミマロモドキ、11位北海道、10位北海道、え、すごい2人いる。9位クロミちゃん、8位ウサギさん、7位ベネロペ、6位きょうちゃん、5位きょうちゃん、4位くろみちゃん、3位き、2位きょうちゃん、1位きょうちゃんでした。ありがとうございました。でちょっとかわいいストーリー載せて寝ます。
なんか知らんけどストーリー載せたい気分らしいです京ちゃん。じゃあねみんな、4日まだ休み取れてないのに申し込みした嬉しい、絶対来てね、ありがとうみんな、明日から1週間よろしくね、今日も一日ありがとう。はい、載せましたバイバーイ、ハッシュタグ最強ちゃん、ストーリーバリ可愛いから見てほしい、ストーリー可愛いから見て、おやすみ、今日のキョウちゃんバリ可愛くタイプでした、やったー、バイバーイ。